3月30日から大阪公演を皮切りに開幕するスターズオンアイス2023。前日のリハーサルを前に、桜が歓迎している羽生結弦さんの大阪入り情報を待ちわびながら、今公演でのプログラムを予想するファンの方々が続出しているようです。大阪、欧州、岩手、そして横浜を会場に全10公演が予定されているこのアイスショー、世界中から名だたるメダリストが出演する今公演ですが、やはりありとあらゆる大会で優勝を収めてきた羽生さんの出演が決まると、ファンの方々から歓喜の声が寄せられていました。開幕まで数日と迫ると、ファンの方々からは、もうすぐ始まるスターズオンアイスが楽しみ、桜も羽生さんをお出迎えしてますよ、そろそろ羽生さんがどんなプログラムを滑るのか気になってきた、などといった期待の声が続々と寄せられていました。28日からは大阪公演の会場となる東和薬品ラクタブドームが貸し切られており、機材などが搬入されるようで、豪華出演者の方々も続々と大阪入りを報じると、29日には行われるであろうリハーサルの様子などの情報も期待していたファンの方々。このアイスショーに一昨年出演した羽生さんは、ロックな衣装に身を包みオープニングにいきなり出演。選手でありながらコロナ禍の孤独な時に自身で振り付けを考えたというブラインディングライツを演じると、一気に熱気に包まれた会場。さらに大トリとして過去のショートプログラムレッツゴークレイジーを演じた際には、圧巻の演技に加え会場のファンの方々を煽る仕草も見せてくれていたため、コロナ禍で声が出せないファンの方々からは、なんてもどかしいの、などといった声も寄せられていました。そんな羽生さんはプロ転向後、単独アイスショーでも数々の名プログラムを生み出し、演じていただけに今回演じるプログラムをなかなか特定できずにいたファンの方々、それでも桜が咲く季節だから春よ来いが見たいな、やレミ様も見たいし、アシュラちゃんも見たい、ダイナマイトも見たい、あれスターズオンアイスってワンプロだっけ、ツープロあっても全然いいよね、などといったこれまでのプログラムを列挙し、その出演を今か今かと待ちわびているようでした。群舞についてはフィナーレで確実に出演し、その中心となることも確実視されており、どんな衣装でどんな演技を披露してくれるのか、そしておそらく予想したところで、これまで通り斜め上すぎる演技と構成でファンの方々を喜ばせてくれるでしょう。そんな期待のスターズオンアイス2023は、大阪公演が30日18時、31日1日は13時開演となっており、移動を含みながら続く欧州、岩手、そして横浜での公演が予定されています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。もうすぐ始まるスターズオンアイスが楽しみ、桜も羽生さんをお出迎えしてますよ。プロとしてオファーを受け出演する今年のスターズオンアイスは、羽生さん、ツープロしてくださるかしら。そろそろ羽生さんがスターズオンアイスで何滑るのか気になってきた。羽生くん、どんな演技かプログラムか想像がつかない。きっと斜め上を来るのでしょうね。羽生さん、どんなプログラムだろう。レミ様、アシュラちゃん、今ちょうど桜の季節だから、春よ来いもまた拝見したいな。羽生くんが
いつ大阪にいらっしゃるのか。ああ、楽しみが過ぎる。あと2日でまた新たな羽生さんが見られる。大阪は桜がお出迎えしてますよ。羽生さんを見るだけであっという間に気持ちが浄化する。神々しいとしか言えない。スターズオンアイスの羽生さん、期待しかない。個人的には羽生さんの水平線が見てみたいな。大阪はちょうど桜が咲いているから、時期的には春よ来いがぴったり。でもアシュラちゃんも好き。羽生さんのレミエンみたいし、アシュラみたいし、ダイナマイトみたいし。あれ、スターズオンアイスってワンプロだっけ？ツープロあっても全然いいよね。羽生さん、スターズオンアイスでアシュラちゃんか。あの夏へなんてどうでしょう。どのプロが来ても泣く自信はある。ここで宣言しておきます。羽生さんがスターズオンアイスで何を見せてくださるのか楽しみ。ハードスケジュールですが、どうぞステイヘルシーで。今年のスターズオンアイスもイケ散らかしみたいです。何滑ってくれるか楽しみすぎる。今年はどんな羽生くんが見られるのか、すごく楽しみになってきた。最新の羽生くんまであと少し。明日からスターズオンアイスのリハーサルのはず。羽生くんももう大阪に入ったのかな。それとも明日かな。桜が見られるといいな。